帰ってきたドクター・ミステリオは2016年12月25日に初放送されたイギリスの SF ドラマドクター・フーのエピソード2016年に放送された唯一のエピソードであり2005年に新シリーズが始動して以来12作目のクリスマススペシャルにあたる脚本はスティーブン・モファット監督はエドワード・バザルゲッテが担当した本作では 前年のリバーソングの夫で初登場したナードルが12代目ドクターのコンパニオンとして同行する。舞台はニューヨークである。二人は女性ジャーナリストのルーシー・フレッチャーと彼女に知られることなくベビーシッターとゴーストと呼ばれるスーパーヒーローを兼任しているグラントと共に全世界に拠点を置くの大型エイリアンの陰謀に立ち向かう。 冒頭でドクターはマンハッタン占領で生じたパラドックスを逆転させる装置を開発している。ドクターは普段クリスマスに侵略に直面してきたことに言及している。これはクリスマススペシャルの多くが地球を舞台にした侵略を題材としていることを指している。脳を交換して体を得る本作のエイリアンは2015年クリスマススペシャルリバーソングの夫で ハイドロフラックス王に従事していたエイリアンと同種族である。本作での彼らはハーモニーショールの代表を名乗っている。また、ナードルは自身がハイドロフラックス王の体からドクターにより切り出されたことに言及しており、これもリバーソングの夫でナードルが首を切られてハイドロフラックス王の機械の体に収容されたことを指している。さらに、ドクターとナードルは両者とも ドクターがアリバーと過ごした最後の24年間と彼女の死に触れている。ドクターはスコットランドヤードに勤務していたことをルーシーに告げているが、生き続けた少女でも同様の主張をしていた。10代目ドクターはアガサ・クリスティ思想の謎でパーティーに出席する際にスコットランドヤードの警部を名乗り、11代目ドクターもドクターからの招待状でも リチャード・ニクソン相手にスコットランド・ヤードの人間に偽装していた。ルーシーのアパートの向かいにある映画館には映画ザ・マインド・オブ・エビルの広告が掲示されている。これは三代目ドクターのストーリーと同じタイトルである。グラントが力を使わないと約束したことについて、ドクターが不平を口にする際、ナードルは二代目ドクターのザ・オー・ゲームズで初めて言及された。 タイムロードの方をドクターが一切守っていないことを指摘しているハーモニーショールの本部への相当作戦に際しユニットの将校はオズグッドと連絡を取ろうとしている。オズグッドはドクターの日天国での死、財本の侵略、財本の逆転に登場した。ゴーストというキャラクターはアメリカンコミックスのスーパーヒーローであるスーパーマンに対するパスティーシュである。 帰ってきたドクターミステリオを通して、スーパーマンへの数々のオマージュが見られる。幼少期のグラントの部屋の壁には、マーベルコミックのキャラクターが複数飾られている。ドクターは放射線を放つ雲に噛まれて、能力を獲得したというスパイダーマンの追い立ちに、疑問を呈し、放射性中毒の可能性が高いと意見する。街で登場する、ジョーズ・ピッツァは2004年のスパイダーマンにで、 ピーター・パーカーが短期間勤務していた店である。ドクターはグラントに大いなる力には大きな責任が伴うことを述べており、これもスパイダーマンに由来するフレーズである。ゴーストがルーシーをアパートから降ろした際にバットマンも言及されている。彼の運んでいたベイビーモニターが紛失した時、ルーシーはシグナルデバイスのせいであると勘違いし、バットシグナルが モバイルアプリケーションになったか尋ねている。ハーモニーショールの東京支部への潜入の際に人員を減らすべく、ドクターは位置情報ゲームのポケモン GO を使用している。帰ってきたドクターミステリオの最初の予告編は2016年10月7日にニューヨークコミコンで公開された。2016年11月18日にはチルドレインニードの一環としてクリップ映像が公開された。 帰ってきたドクター・ミステリオは2016年12月26日に、オーストラリアとニュージーランド12月26日と28日に、カナダ12月27日と29日に、アメリカ合衆国にて映画館での上映が行われた。日本ではそのような上映は愚かテレビ放送もされなかったが、2018年3月24日からリバーソングの夫と共に、 フール u で配信が開始された。イギリスで帰ってきたドクター・ミステリオは視聴者数783万人を記録し、2016年のクリスマスの日では6番目に多く視聴された番組となった。リアルタイム視聴者数は568万人、番組視聴選挙率は27.1%を記録した。アプリシエーションインデックスは82であった。 BBC アメリカでの放送では視聴者数は170万人に上りすべての主要な人口層を対象とした年間トップの放送となった。さらにツイッターやフェイスブック上で最も話題に上ったクリスマスのテレビ番組にもなった。帰ってきたドクターミステリオは一般に批評家から肯定的にレビューされた。デイリーテレグラフのマイケル・ホーガンは本作に欲しいつつを 与え、クラシックな雰囲気と世代を超えて楽しめる軽快なもの、だったと総括した。タイムズ氏のアンドリュー・ビレンは星4つを与え、カパルディが最も温かかったとし、さらにマット・ルーカスが演じる、ナードルはすでに盛り上がっているエピソードに、パントマイムの活気を与えたと評価した。ガーディアン氏も肯定的であり、ピーター・カパルディとマット・ルーカスは、パントマイムのご馳走だと綴った。 イグンは帰ってきたドクターミステリオが12代目ドクターの物語の中ではかなり軽い部類であることを指摘し、第9シリーズでの出来事を考慮すると悪いことではないと評価した。しかしエピソードの要素がちぐはぐであったとも論評し、リバーをめぐるドクターの感動的なセリフが補足として扱われていることも踏まえ、10点満点で7点と評価した。ザ・クラブはドクター,フーは スーパーヒーローのおふざけに陽気な回り道をすると綴り、賛否両論というレビューをした。帰ってきたドクターミステリオは、DVD とブルーレイディスクが2017年1月23日にイギリスで、2月21日にアメリカ合衆国で、日本では2018年8月3日に、ドクターフーネクスト、ジェネレーション DVD ボックス2に同梱されて、角川から DVD が発売された。 ありがとうございます。